なかなかノルマ達成できねえな。クソ榊め、無茶言うなっての。アトリ君だね。あなたは？長谷尾から相談されてね。相談？長谷尾を騙したそうだね。そんなの、騙される長谷尾さんの方が悪いんじゃないですか。今時あんなのに騙されるなんて、バカみたいですよね、長谷尾さん。君はまだ気づいていないようだね。真実に。真実？君も長谷尾と同類ということさ。私があのバカと同類？教えてあげよう。手荷物は手荷物。そういうことなんだよ。